はい、ということで皆様こんばんは、巌流小次郎だ。本日は、バレアドリード対マジョルカ、この、ラリーが第12節の一戦を、皆様と一緒に同時視聴していこうと思う。そして今回も、ゲストはこの方、サッカー大好き泥酔姉さん大丸さくら子。どうも大丸さくら子です、よろしくお願いします。今日のバレアドリード戦、実はね一つゲームじゃないけど罰ゲームをちょっと設けようかと思って、うん、何かというと、あのこのバレアドリードという言葉を噛んだら、お互い罰ゲームをはい、しようと思うので、はい、でこのバレアドリード何回言わせんだよ、バレアドリードをもし拙者が噛んだら、はい、1分間ツンデレキャラになるというね、ツンデレ小次郎殿になると。で、大丸さくら子が噛んだ、もし噛んだ場合は、はい、語尾ににゃをつけて1分間喋らなきゃいけないという、はい、という、どうしようもない、罰ゲームをね用意しておるんで前回のね、3日前の試合を配信する時の小次郎殿があまりにも噛むから、まあその時は油断してたからな拙者も、そうですね、こう気を引き締めて配信に臨むために我々は枷をつけることにしたのです。ね、はい、誰の得にもならない枷をね、得にならない、つけようという意味不明なことをしようとするんだけども、なので相手チームをね、やっぱリスペクトしていきたいので、そうだな、相手チームを、なんてチームだっけさくら子。バリアドリードです。もうお気に入ったな、おい、すごい丁寧にお気に入ったな今の。ちょっともっと早く言わなきゃダメだろ。さくら子さん小次郎殿コンバリアドリードって書いてる。コンバリアドリード、はいはい、桜子罰ゲーム、はい、これから1分間桜子は、語尾ににゃをつけなきゃいけません。はい、なんで泣いてんだそんな。泣いてないにゃ、泣いてないにゃ、1分って何秒までにゃ、ちょっとさじ加減だわこっちの大体だ、大体出てるにゃ、1分すぐ分かるにゃ。まあ17分30秒ぐらいまでかな。いやそんなうわーとかちゃんと喋んないと。じゃあね、可愛いって言ってる相馬さんナイスとか、言われてると可愛いとかありがとうございます。においしょおいしょにもにゃつけないとおいしょにゃって何にゃ。さあ監督はね頭抱えとるね、惜しいシーン、終わりにゃ、終わりにゃ、まだだぞ、もう15秒来たにゃ全然喋ってねえよな、ほとんどちゃんとこれみんな挨拶をコンバレアドリードにすれば2人、怪しいぞ、普通に読めたよな今な、噛んではない、2人合計8回ぐらい引っかかるな、かわいい、シュートまで持っていけてるね、まあ最初はね、まあこんなもんで許してやるかじゃん、そんなないよね、恥ずかしがってたらあんまり喋んないっていうねもうなんかごまかしてただろ今の罰ゲーム、恥ずかしがって、そうってまさか拙者より早くこいつが噛むと思わなかったからロシアから見て、はい、ロシアから見てくれてる人がね、ジョーカー5000、もうありがとう、そう、さくら子ロシア語でじゃあ挨拶、ハラショーハラショースパシーバースパシーバースパシーバー、息子のサッカーを見ている母のような泥酔姉さんって言われてる。あ、そうだよ、だからもう電柱の影から見守るお姉さん的立場で竹房を応援しているからね、だから巨人の星か、だからなんで星ヒューマの姉みたいな位置なんだよ星ヒューマの電柱から見守るお姉さんな、竹房なんなんだ、ストーカーだろうかな、それ、まあ、拙者は割と J リーグよりも海外の方をメインに見るのが多いかな、そうですね、そう、桜子の影響でちょっと J リーグを乱したかなっていうぐらいの、はい、見ましょう、にわか J リーグファンだから、はいにわかは素晴らしい、にわかが業界を救うのですよ、なんか真面目なこと言ってんな最近サッカーで大きな話題といえば中村健吾が全十字靭帯損傷で長期離脱、見ましたよ健吾な、ブログ読みましたよ、あ、胸がいっぱいだよ、そうだな、
いや、健吾すごいよな。もうだって37歳、8歳はい、そんぐらいだよな。そんなでしょ。もうでもバリバリ、バリバリにすごいバリバリだもんな。で、出てくると、うん。バリバリ最強ナンバーワンだもんな。ちょっと。古いね。ルーベかな。パーリー、ルーベのオープニングじゃん。パーリー最強。古いね。うん。ちょっとね。こじこじ、バリアドリードって5回言って、嫌だな。言ってください。いやいや、ちょっと待ってくれ。言われてるから。バリアドリード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 。あ、言えてる。言えるんかいちょっと待って。桜子言え、桜子言えでしょ。いや、桜子言われてないから、大丈夫です。おい、ダメ、ちょっとだけ言ったらダメなの。いやいやいや、桜子別に言われてないんで大丈夫です。桜子、バリアドリードって5回言って。バリアドリード、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 バリアドリード。なんだこいつ。滑舌だけはいいんだな。あざます。あざますって。滑舌だけはな。うん。滑舌は他も全部ダメだけど。なんでだよ。こんなに顔面がいいだろうが。顔面がいいだろうがって。すごいね。可愛い女の子が言うセリフじゃねえよな。顔面がいいだろうがって。可愛い女の子が聞いたことない、そんな言葉。うん。そう。橋岡大輝をお願いしますってね。いい選手。あ、こちらこそよろしくお願いします。うん、こちらこそってよ。未来の彼氏。まだ言ってんのかこいつ。いやいやいや。ライバル多すぎだろ。橋岡大輝のライバル。うん、はい。橋岡選手がね、あの、うん、彼女を募集中ですと。そうそうそう。あの、僕を応援しに、サイスタ来てくださいっていう記事がありまして、うんうん、呼ばれてるなって思ってるところでございます。呼ばれてるなって。すごいよな。こんぐらい自信、自分に自信を持ちたいよな、みんな。うん。何なんだろう、この自信。根拠のない自信は。大事だぞ、根拠のない自信。俺も富安に呼ばれてる気がするから、イタリア行ってくる。ピピー、ピピー、ピピー、富安警察です。ピピー。富安警察ってなんだよ。富安のね、字、うん、の、ね、間違いを指摘する警察のことです。うん、富安警察です。点がないからね、富安の富はね。よくわかんねえわ。あ、この、この字がね。はい。うん、わあ、細けえな。やだなこいつ。嫌なやつだな、ほんとに。そういう遊びだよ、うん。ごめんね、タピオカピさん。気にしてないよ。うん。いや、言わなくてわかっとる。小次郎さんみたいな素晴らしい人間をどんどん育成して日本の未来を明るくしたいですね。あ、この方わかってるね。え、わかってる。何、どういうこと、どういうことじゃ。おい。わかるだろ、拙者みたいなね、素晴らしい人をね、たくさん育成して日本の未来を明るくしたい、うん、ああ、この方は本当に、なんだろう、将来有望かな、はい、うん、はい。なんでその、え、なに、どうした、はい、何、わかん、ちょ、はい、ど、なに、なに、どの反応が正解か、桜子はちょっと様子を見ています。いや、その通りって、同意すればいいだけど、どっち、な、うん、はい、そう、なん、ね、そんな、うん、はい、コメントいただいてるのに否定するのもなと思って何も言えませんけれども、何の葛藤をしてんだこいつは。うん、うん、小次郎に金でも受け取ってるのかって何だよ。あの、小次郎殿みたいな人が増えたらってこと ね、いや、言ってるよ。いや、渡してないぞ。なん、日本沈没の始まりだって。小次郎殿が小次郎殿が日本に溢れたら日本は沈没してしまいます。しないわ。小次郎にもう一個あかん、ああれはわざわざ小次郎殿が自分で打ったコメントだったのですか。そんなわけねえだろ。手が込んでるなぁ。バカなんじゃねえの。寂しすぎるだろ、そんなやつ。うん、お二人身長どのぐらいですか。身長175。桜子が168。168、でかいな。でかいよ。ね、女の子にしてはでかいよ。うん、桜子身長190ないな。うん、ブディミルと一緒じゃねえか。ブディミルさん。ポストプレイ全然できないっつね。ちょっと、うん、もう会話のポストプレイも全然ガバガバって。そんなことないわ、うん、たまーに点決めるけど、たまーに点決めるけど、それ以外はなんか平均以下みたいな。うん、なんでだよ、点決めれたらいいじゃんか。ね、健吾は本当に日本の宝だよ。そうだよね、うんうん、最後まで戦いたかっただろうからね。うん、そうだな、シーズンも終盤だもんな。うん、でもなんかいるだけでやっぱりチームにパワーを与える存在だから。いやー、だって、うん、もう日本サッカー界のね、うん、もうレジェンドっちゃう、レジェンドだからな。本当だよ、うん、大好きだよ、もう、うん、あんなにエンターテインメントにも溢れててさ、うん、サッカーもワクワクさせてくれる選手ってさ、うんうん、本当素晴らしいと思う。うん、オサスナよりバジャドリ
うん、あれ今噛んだ、あれ、あ桜子なんか落ちたぞ、桜子の声が聞こえなくなったあいつ何したんだ、大丈夫か、いるよ、あれ噛んだよな今。はい、ということで今から3分間、7分、70分の、20秒から、3分間桜子は語尾にニャーを続けて言わなきゃいけないな。さあ、さあ、桜子どうだ今日の試合見てて。やすー、何泣くんだよちゃんと喋んなきゃダメだ、罰ゲームなんだから。桜子さんはサッカーを楽しむために好きなチームのこだわりはないと言っていたが、小次郎殿は好きなチームや選手がいますか。昔は普通にユベントスが好きだったかな。ユベンティーニャそこのゴミ変えんのユベンティーノのニャに変えてる。そう、ユベンティーニャ、そう、ユベントスは好きだったけどね、あのデルピエをいた頃ね、うん、そう、中村圭人が変えそう、桜子さんなんでニャって言ってるんですか、あざといやつですかって聞かれてるよ。おーにゃ、あざとさにゃ、なんで棒読みなんだこいつは、もっとあざとくやってほしいだって、うん、あざといて何にゃ、わかんにゃい、かんにゃい、あ、にゃよりにゃんの方がいいのか、まあでも、うん、そうだな、それを任せるわ、さくる子に。さあ、うー、確かにでもさ、かけるさが下がったのはちょっと残念だね。残念にゃ今来た人に説明するけれどにゃ、前節のおさすな戦でにゃ、小次郎殿がバリアドリードを全く言えずに何回も噛んだからにゃ、うん、今回の試合ではバリアドリードという言葉を噛んだら罰ゲームにしようというルールを設けたにゃ、うん、噛んだら桜子は語尾ににゃをつけるという罰ゲームがあるにゃ、今それをしているにゃ、うん、ということだな、分かったかみんな、うん、よくわかんねえだろ、うん、試合には全く関係ないにゃいやもうさっきからずっとずっとここのピッチの上に現れる白い袋が気になるにゃ、うん、なんだピッチの上にある白い袋白い風飛ばされてきたんか、白い袋が気になるにゃ小次郎のコンビニ嫌だわ、あーかわいいって書いてるよ、うん、ありがとうにゃ、うん、さあもう3分、まだか、もう3分か、経ったにゃ、3分経ったにゃ、終わったにゃ、終わったにゃ、3分経ったかな、うん、終わったにゃ、終わり、うん、なのでね、ぜひあの皆様次回、また同時視聴配信があったらぜひ、うん、あの楽しみに、またよろしく頼むということで、はい、うん、はい、それでは皆様、2時間のご視聴心より御礼申し上げソロ、それではまた次回の同時視聴配信でお会いいたそう、さようなら、またねー、バレアドリード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 、噛まねえ。